第3位の食べ物問題で引き離しにかかる。問題はこちら。ほにゃららと呼ばれるほど食い意地の強いメンバーがいるから。ほう、誰のことなんだろうね。お答えください。胃がブラックホールと呼ばれるほど食い意地の強いメンバーがいるから、そうなの。誰のことだろう。どうやら、あー違う。それ誰ですか。え、森本ワニ。あ、そうなの。森本ってやべえな、やっぱり。言われてたんですか。胃がブラックホールなの。そんな食べる。確かに食べますけど、そんな裏でそんな風に言われてたなんて。伝わってない。表で言ってるわけじゃないよ。本人に伝わってない。よくないよ。バーって森本が食べてる端で距離空いたところで胃がブラックホールだよ。これはよくないよ。これ以上深掘りすると森本さんのヤバさだけが際立ってしまうので、ここで問題は終了とさせていただきます。ちなみに正解はケータリングの番人で、高橋のライブ裏側での食い意地行動から名付けられたようです。それでは春日さんに差し入れてほしいものを発表してもらいましょう。フリップオープン、はい、入ってきました。じゃん。まず斉藤京子がカヌレ、お菓子ね。そしてマリモト、謎解きか。何か表してんのかそれ。最高級のお肉です。お肉を春日に盗みに行ってほしいってことですね。お願いします。やだよ。そして